1970年の広島東洋カープでは、1970年の広島東洋カープの動向についてまとめる。この年の広島東洋カープは、根本六尾監督の3年目のシーズンである。1968年に、球団初の A クラスになりながらもわずか1年で、最下位に転落したチームの体質改善を図るべく、根本監督は前年オフから積極的に、 戦力補強を行い、コーチ陣も大幅に一新。根本監督の高校時代の名優である、関根純造をヘッドコーチに、巨人の名優劇手で、関根ヘッドコーチのチームメイトだった、広岡達郎を守備走塁コーチとして招聘コーチ陣一新の成果が期待されたが、この年は前年までの連覇の巨人と2位の阪神が、開幕からマッチレースを続け、 チームはそれに割って入れず5月18日の巨人戦では渡辺秀武にノーヒットノーランを味わい、7月以降は B クラスで定着。投手陣では4本柱の兄や総八、外、木場義郎、白石静夫、大石屋太郎が B クラスのチームで勝ち星を重ね、打撃陣でも小畑氏の南海遺跡で三村俊幸や井上弘明などの若手が、 出場機会を増やし、2年目の水沼志郎も、田中武役久保正二の影に隠れながらも、出場機会を増やした。若手の積極起用や新戦力の投入もチームのカンフル材にはならず、勝ち越しながら4位で、終わり巨人の6連覇を許した。シーズン終了後、絹笠義雄や水谷実夫などに影響を与えた、ベテランの山内和弘が引退し、 背番号8は翌年から山本工事がつけることになった。なおユニフォームや帽子はこの年からオレンジ色が新たに追加された。ありがとうございます。